さて、そろそろ時間だな。おい、神山、もう準備はできてるか？ああ、今行くよ。ちょっと待っててくれ。おう、神山、もうすぐ世界歌劇団公演が始まるぜ。ああ、いよいよだな。平和の祭典、最大の目玉、その特別公演だ。こうやってまた世界中のみんなが集まって一緒に公演ができるなんて夢みたいだ。ああ、俺もだ。それはそうと、みんなもう来てるのか？ああ、もうとっくに来てるぜ。今頃どっかでくつろいでるんじゃねえか？そうか。じゃあちょっと挨拶にでも行ってくるか。おう。じゃあ私は舞台へ行ってるぜ。挨拶が終わったら舞台に来てくれよな。ああ、わかった。神山、もう挨拶は済んだのか？ああ、もう大丈夫だよ。そろそろ出発する時間だしね。ああ、そうだったな。またこの舞台に立てるなんてよ、思っても見なかったぜ。ああ、今日の世界歌劇団公演は新しい帝劇の復活宣言にもなる。初歩のおかげだよ。え？初歩が柱となって支えてくれたから守りきることができたんだ。神山、いつもと変わらない初歩がいてくれるから帝国歌劇団も迷うことなく進むことができる。帝国歌劇団をみんなの家を守れたのは君のおかげだ。ありがとう、初歩。バカ野郎、なんだか涙が出てきちまうじゃねえか。すっごくいい話じゃないですか。でも泣いてる場合じゃない。今日の開会式は私たちが主役。そうです、涙よりも笑顔で向かいましょう。花組みんなで幸せの星となるために。そうだな。じゃあその前に、神山、いつもみたいに号令頼むぜ。わかったよ、行くぞみんな。帝国歌劇団花組、出撃せよ。了解。まだかな。神山。ああ、ハツホ、遅かった。え、似合わないかな、こういうさ、女の子っぽい格好。いやいやいや、全然、すごく似合ってる。おお。じゃあ、行こうか。なんかやたら動悸が激しいし、顔も熱い。風邪でもひいたのかな。綺麗だ。あ、私は神山、いや神山清十郎さんが。
清十郎、世界歌劇団公演もうすぐ始まる。ああ、いよいよだな。平和の祭典最大の目玉、その特別公演だ。こんな風にまた世界のみんなが集まって一緒に公演ができるなんて本当に楽しみ。ああ、俺もだ。それはそうと、みんなもう来てるのか？うん、とっくに。多分どこかでくつろいでる。そうか。じゃあちょっと挨拶にでも行ってくるか。それじゃあ、アザミは舞台で待ってる。挨拶が終わったら舞台に来て。ああ、わかった。清十郎、みんなへの挨拶は終わった？ああ、もう大丈夫だよ。そろそろ出発する時間だしね。うん。またこうして平和な歌劇団大戦が開かれるなんて思ってなかった。ああ、今日の世界歌劇団公演は新しい帝劇の復活宣言にもなる。アザミのおかげだよ。え？影となり、手足となり、君はいつも俺を助けてくれた。君の力があったから帝国歌劇団を守ることができたんだ。本当にありがとう、アザミ。清十郎。いい話じゃねえか。だけどよ、泣いてる場合じゃありませんよ。今日の開会式は私たちが主役なんですから。そうです。涙よりも笑顔で迎えましょう。花組みんなで幸せの星となるために。うん。でもその前に、清十郎、いつもみたいに号令かけて。わかったよ。行くぞみんな。帝国歌劇団花組、出撃せよ。了解。清十郎、あれに乗りたい。ローラーコースター。忍者のアザミは平気だろうが、乗ってみるか。あ、動いた。大丈夫か？うん、まだ膝がガクガクしてる。怒っちゃったのかな。ほら。ありがとう。他にも動物園とか観覧車、回転木馬とかあるけど、どうする？神山さん、もうすぐ世界歌劇団公演が始まります。ああ、いよいよだな。平和の祭典最大の目玉、その特別公演だ。こうしてまた世界中のみんなが集まって一緒に公演ができるなんて幸せです。ああ、俺もだ。それはそうと、
みんなもう来てるのか？ええ、皆さんいらっしゃってますよ。きっとどこかでくつろいでいると思います。そうか、じゃあちょっと挨拶にでも行ってくるか。はい、それじゃあ私は先に舞台へ行ってますね。挨拶が終わったら舞台に来てください。ああ、わかった。神山さん、もう挨拶は終わりましたか？ああ、もう大丈夫だよ。そろそろ出発する時間だしね。そうですね。でも、またこうして平和な歌劇団大戦が開催されるなんて思いませんでした。ああ。今日の世界歌劇団公演は新しい帝劇の復活宣言にもなる。クラリスのおかげさ。え？クラリスが守ったんだよ、帝国歌劇団を。君の想像の力でね。神山さん、その力でいつまでも帝劇を守ってくれ。君なら必ずできるよ。神山さん、いい話じゃねえか。だけどよ、泣いてる場合じゃない。今日の開会式は私たちが主役。そうです、涙よりも笑顔でいきましょう。花組みんなで幸せの星となるために。はい、でもその前に。神山さん、いつもみたいに号令をお願いします。わかったよ。行くぞ、みんな。帝国歌劇団花組、出撃せよ。了解。はあ、いい湯だな。え、クラリス？神山さん、ここ、婚約だったんですか？もう大丈夫みたいですね。出ましょう。神山さん！散々な温泉旅行だね。でも楽しいです、あなたと一緒だから。神山、もうすぐ世界歌劇団公演が始まるわよ。ああ、いよいよだな。平和の祭典、最大の目玉、その特別公演だ。こうしてまた世界中のみんなが集まって一緒に公演ができるなんて夢みたいだわ。ああ、俺もだ。それはそうと、みんなもう来てるのか？もちろんよ。みんなどこかでくつろいでいるはずよ。そうか、じゃあちょっと挨拶にでも行ってくるか。ええ、私は舞台へ行っているわね。挨拶が終わったら私のところへ来てくれるかしら。ああ、わかった。
神山、もう挨拶は済んだのかしら。ああ、もう大丈夫だよ。そろそろ出発する時間だしね。ええ、そうね。またこうして平和な歌劇団大戦が開催されるなんて思ってもみなかったわ。ああ、今日の世界歌劇団公演は新しい帝劇の復活宣言にもなる。アナスタシアのおかげさ。え？君の力、君の教えがなければ花組を解散から救うことはできなかった。アナスタシアが守ったんだよ、花組を。俺たちみんなの家、帝国歌劇団を。神山。これからもこの家を守ってくれ。約束してくれるかい？ええ、約束する。約束するわ、神山。いい話じゃねえか。だけどよ、泣いてる場合じゃない。今日の開会式は私たちが主役。そうです、涙よりも笑顔で迎えましょう。花組みんなで世界の希望になるために。そうね。でもその前に、神山、いつもみたいに号令を頼めるかしら。わかったよ、行くぞみんな。帝国歌劇団花組、出撃せよ。了解。行きたい場所があるの、神山。ああ、いいけど。これは一体何が始まるんだい？すぐにわかるわ。メテオロ。すごい。そういえば今日は流星群だったな。私を変えてくれたお礼よ。歌劇団公演が始まりますよ。ああ、いよいよだな。平和の祭典、最大の目玉、その特別公演だ。また世界中のみんなが集まって一緒に公演ができるなんて夢みたいです。ああ、俺もだ。それはそうと、みんなもう来てるのか？もちろんです。みんなどこかでくつろいでますよ。そうか、じゃあちょっと挨拶にでも行ってくるか。それじゃあ私は先に舞台へ行ってます。挨拶が終わったら舞台に来てくださいね。ああ、わかった。清十郎さん、もう挨拶は終わりました？ああ、もう大丈夫だよ。そろそろ出発する時間だしね。そうですね。またこうして平和な歌劇団大戦が開催されるなんて思ってませんでした。ああ、
今日の世界歌劇団公演は新しい帝劇の復活宣言にもなる。君のおかげだよ。君が守ったんだよ、帝国歌劇団を。新宮寺さんのようにね。清中郎さん、君は夢を叶えたんだ。おめでとう、さくら。いい話じゃねえか。だけどよ、泣いてる場合じゃない。今日の開会式は私たちが主役。そうです、涙よりも笑顔で向かいましょう。花組みんなで幸せの星となるために。でもその前に、清十郎さん、いつもみたいに号令お願いします。わかったよ、行くぞみんな。帝国歌劇団花組、出撃せよ。了解。さくら、時間だぜ。うん。さくらさん、頑張れよ。元気でさくら。セレ兄様、妹として恥じないように上海歌劇団で頑張ってきます。お前は妹じゃない、一人の女性として俺の隣にいてくれ。行くな、さくら。